小田急電鉄の荷物電車では、かつて小田急電鉄時代も含むにより行われていた荷物輸送の歴史について記述する。本校では、以下、単に小田急と表記した場合は、小田原急行鉄道及び小田急電鉄を指すものとする。開業の年に用意されたモニーチ小田急における荷物輸送は、1927年4月1日の小田原線開業当時に、 荷物室を備えた101系電車によってて、小荷物の輸送を開始したのが始まりである。この当時は、鉄道旅行においては、駅で手荷物を預けた上で、旅客の乗る列車と同一の列車で輸送しており、小田急も旅客と手荷物の同時輸送を考慮していたと見られている。同年秋に増備された131系電車と151系電車でも荷物室を設けており、 同年11月からは荷物専用の車両としてもに1系電車が導入されている。ただし、現実には旅客と手荷物の同時輸送という需要はほとんどなく、1929年に江ノ島線が開業した際の増備車には荷物室は設けられなかった。当時は小田原線を毎日に往復の荷物列車が設定されていた。江ノ島線開業と同時に、 江ノ島線でも荷物輸送が開始されているが、こちらは専用の荷物列車の運行はなく、旅客列車に荷物を積載しての運行であった。1939年3月には、停心省からの要請を受けて、郵便停送業務を行うことになり、停心省の負担によりもに1系のうち2両が、郵便室を設置の上も、ユニ1型に改造された。 改造されなかったモニ1型は1941年に廃車となった。戦後も同様の運行形態が続いたが荷物輸送が多くなり、1957年にはデハ1100型から1両が荷物車に改造されてデニ1100型として運用を開始した。特に楽器始めや楽器末などにはしばしば2両編成となり、時には3両編成での運行も見られるようになった。 1955年頃、自動車の増加が著しいため定時輸送が困難になっているという理由で、日本新聞協会か新聞配送連盟から鉄道による新聞輸送の要請があった。始発電車前の運行となり、補選を担当する部署からは、保守前が確保できないと思う反対があったが、結局1955年10月から、 近郊区間の新聞長官輸送が開始された。1959年4月1日のダイヤ改正からは、有管の輸送も開始された。1962年12月3日のダイヤ改正では、長官を輸送する列車については廃止となったが、有管輸送用の列車は、運行区間が小田原まで延長された。また、この時から、新聞列車は、でにせんけ で2 1 0 0型ではなく、1200系、1300系、1400型が使用されるようになった。このダイヤ改正からは、江ノ島線にも荷物列車の運行が開始された。1963年4月1日のダイヤ改正で、向こう側丘遊園泊まりの新聞輸送電車は、相模大野まで延長されたほか、小田原行きの新聞輸送電車は1300系の、炭鉱運転となった。 1969年には1300型が荷物電車に改造されてデニー1300型として運用に加わった。その後、1971年には郵便輸送が廃止され、デユニ1000型は郵便室を撤去した上でデニー1000型に改造された。1972年には荷物輸送は車用品の輸送と兼用されることになり、 配送列車という扱いに変更された。1973年には、新宿駅の改良工事に伴い、新宿駅の荷物扱いホームが廃止されることになり、運行区間は、共同から小田原、江ノ島間に短縮された。また、輸送量の減少により、1976年には、デニセン系一両とデニセン百系一両が廃車となった。 1981年の時点では運行区間は共同から小田原長後間となっていた。1984年3月21日限りで開業以来続けられた荷物輸送は廃止となり、同年3月31日限りで車用品輸送も終了となる。57年間という長寿運用に終止符を打ったことにより小田急の荷物電車は全廃となった。 新宿駅では1973年まで貨物、荷物扱い用のホームが存在しており、ここでトラックから荷物電車への積み込みが行われていた。また、一部の中間駅には旅客用ホームとは別に荷物用のホームが存在した。小田原駅では国鉄と荷物の中継を行うため、東海道本線のホームまで乗り入れていた。車体職は旅客車両とは異なるものとしていた。 開業当時は青一色であったが、戦時中には、茶色一色となった。戦後、1959年時点では緑色一色であったが、1960年頃に、デニ1000系の車体を更新した際には、緑色をベースに黄色予備を配したデザインとなった。1971年に、郵便輸送が廃止された際に、赤13号一色に変更され、 さらに1973年からは白い帯を配したデザインとなった。なお、で2300型については、1969年に改造された当初は茶色一色であったが、1971年に赤13号に変更されている。もはに101系いずれも小田原急行鉄道時代。ありがとうございます。